ペンネームハルトさん、20代の男性からの相談です。はじめまして、大河和尚様。現在大学4年生のハルトと申します。いつも動画を拝見させていただき、新しい気づきをいただいております。この度和尚様に相談させていただいたのは男性としての悩みです。というのも、自分は異性愛者にもかかわらずゲイやお姉に見られることが多く、今の自分を変えるべきかということに悩んでいます。このことに気づいたのは大学に入学してからです。学校で仲良くなった友人たちの間で、もしかしたらあいつは男が好きなんじゃないかという噂が広まったり、 LGBT の方々と仲良くなる機会が多くなり、本当は同性愛者であるのに自分は無理に異性愛者であるとしているのではと悩み、気がめいった時期もありました。しかしそんな私にも彼女がいたことがありましたが、女性っぽいところもあるよねと言われる始末でした。友人や彼女にどうしてかと尋ねてみると、話し方仕草が柔らかいから、驚き方喜び方が女性っぽいからとのことでした。そのおかげで性別や異性愛者同性愛者関係なく、さまざまな価値観を持った人たちに出会えたいい面もあったことも事実で、友人関係に恵まれていることを幸せに思っています。しかし、いわゆるお姉っぽいおかげで女性と友達と仲良くなれても恋愛対象として見てもらえなかったり、都合のいい相談相手にされたりすることが多いです。今年の春から私は新社会人として新たなスタートを切ります。このままではいつまでも一人の男として扱ってもらえず、いずれ好きになった女性からも相手にされないのではないかと心配です。男らしくなるにはどのようなことを心がければいいのでしょうか。それともそれ以前に人として問題があるのでしょうか。多忙ではあると思いますが、お嬢様のアドバイスをいただければ幸いです。ハルトさんは神社やお寺に行ったことがあると思います。神社やお寺に行くと必ず、例えば神社であれば御神体があります。お寺に行くと御本尊があるんです。まあ、仏教でいう御本尊っていうのはお釈迦様であったり、まあ、お寺によっては阿弥陀様であったり観音様であったりするんですけれども、私がいる福厳寺のご本尊は観音様、観音菩薩と呼ばれる仏様なんです。で、この観音菩薩というのは観自在菩薩とも呼ばれています。観自在菩薩の観という字は見るという字です。自在に見る、つまり固定概念を持たずに自在に世の中のありようを見ることができる。自分の自我やエゴを離れて、執着を離れて自在にものを見ることができる。それが観音様です。で、またこの観音様という菩薩様は、まあ、実在の人物ではなかったと言われています。まあ、架空の仏様だと言われています。そしてまたね、この観音様の面白いところは、性別が不詳なんです。まあ、観音様は女性か男性かっていう議論が実は仏教界にもありまして、モデルとなっているのは女性なんじゃないかということが言われたりしますが、でも観音様のお姿を見るとね、この自在に変化していく観音様という、その非常にこう柔軟なお姿をしておられ、そしてまた柔軟な顔をしておられ、凛々しくも見えるし柔らかさも持っておられる。
まあ、私は観音様という仏様を男とか女という性を超越した仏様だと信じているんですね。観音様というその仏様、そういう仏様が実際にいらっしゃるかどうかというよりも、観音様を見るときに男とか女っていうこの性を超越している、男でもあり女でもある、女でもあり男でもある、でさらにまた観音様は33に自分の姿を変化させて、そして悩み苦しむ人たちのそばに寄り添ってその人たちを救っていくと言われています。三十三間堂という国宝になっている由緒あるお堂がありますね。三十三間堂、三十三間堂は観音様のその三十三変化をしているその姿を一軒一軒、三十三体ですね、一軒というのはまあ長さですけれども、この一軒一軒という感覚を置いてですね、観音様の三十三に変化しておられるその姿をざっと並べたお堂が三十三間堂なわけです。で、先ほど言いました、私はこの観音様自身の自在に物事を見ることができる、固定概念を持って見るんではなくて自在に物事を見ることができる、そして本人も自在に変化をして人々を救っていく、でまたそれが男性であるか女性であるかというところももう超えている。でこの観音様という人は慈悲心の象徴なんです。慈悲の象徴、アメリカに行くとね、こういう姿をした女神様が立ってますよね。自由の女神です。アメリカ人の人たちは自由の女神を見ると自分たちの中にね、そうだ、アメリカはこう自由を求めて渡ってきた人たちの国なんだってことを思うわけですね。でこの自由というのはもともと信仰の自由ですね、ちゃんとした信仰を守ろうとする人たちの集団が作った国がもともとアメリカだったわけですけども、まあ、いずれにしてもアメリカの人たちは自由の女神を見るとその女神様がすごいっていうんじゃなくて、自分たちの中にその自由の象徴として女神様をそこへ置いているわけですね。で観音様も同じなんです。観音様という仏様が実際におられて私たちの苦しみを救ってくださる、まあ、そう信じることもあるかもしれません。そう信じられているということでその信仰、観音信仰は広がってきたわけですけど、まあ、私はどちらかというと、まあ、観音様というその仏様を信じているという面もありますが、もちろんね、それ以上に観音様が象徴しておられること、観音様のその観自在に物事を見ることができる、そういう柔軟で、そして捉えないようのない、私たちの凝り固まった頭では捉えられるようのない自由なものの見方、世の中をありのままに見ていくという、自分のエゴを離れてありのままの世相を見ていくという、そういうものの見方、それからご本人が自分の姿を33に変化して人々を救っていくというようなその柔軟な在り方、さらに男性とか女性とかってその性を超越して人間というものを捉えている、その在り方、男のようでいて女のようなところもある、女のようでいて男性のようなところもあるっていう、その観音様のお姿に非常に憧れを持っているんですね。で、ハルトさんの問題は何かというと、まあ、これで、春からね、学生を卒業して社会人になっていく。で、これからの社会人っていうのは、
私も日本からどんどんこう世界に新たな一歩を、未知の領域に一歩を踏み出すっていう人がどんどん出てきてほしいなと思ってるんですけども、まあ、学生さんってある意味では学校の点数であったり、まあ、成績であったりとかね、その教育の一つのシステムの中でこう育ってくるわけですね。でそれはそれで一つの学びがある世界です。たくさん学びのある世界ですね。けれどもこう社会に出ていくと、社会の評価っていうものは学校での評価っていうものとまたもっと違った非常に自由自在な世界なんですよ。で、春田さんの問題ね、何かというと、この社会人こそ感自在にものが見える人であってほしい。で、特に20代は自分っていうのは何者かってことがわからないから、いろんなことをあがいて、いろんなことにチャレンジしてという体力と精神力と好奇心の塊なわけじゃないですか。で、そういう中で周りに、お前は本当は男は好きなんじゃねえって言われたりね、なんか男なのに女のような動き方をするってね、言われたり、で、そういうことによってね、自分の中で自分は何者なのかっていうところでやっぱり揺れてしまう。で、春田さんの問題はね、その何かっていうと、このね、自分が何者かわからないという感覚、でそれを一生懸命男になろう男になろうって今してること、でそれがね、これからの春人さんの可能性を狭めてしまうのかなっていうふうにして思ってるんです。私から見ると今世の中でね、まあ、男性女性、そしてまたこの男性女性というところから LGBT の方のような方々もやっぱり今は認知されてきてますよね。LGBT の方々っていうのは昔からおられたんですよ。ただそれが社会に認知されるようになって、まあ、男とか女とかっていう、その女の体を持っていながら、女性の体を持っていながら心は男性であるとかね、男性の体を持っていながら体は女性であるという方々、女性の体を持っておられながら男性の心を持っている、逆に男性の体を持っておられながら女性の心を持っている、でそういう人たちだってやっぱいるわけなんですね。でね、ハルトさんが男性であるか女性であるかなんかわからないというふうにして見られているとしたら、私はこれね、ある意味では男性とか女性とかっていう性を超越していくっていうすごく大きなチャンスじゃないかなと思うんですね。でそれはどういうことを言ってるかって言ったら、 もちろんその男性としてねの体があって異性が好きだ、その恋愛の話だけではなくてね、人って男性とか女性とかっていうことの性を超えて本当にその人の、まあ私は仏性と呼んでるんですけども、その人のね輝き、その人のかっこよさっていうのが出てくると、女性であっても非常にかっこいいっていう女性がいるし、男性であっても非常に魅力的っていう男性がいたりしますよね。で、その性的な差、性差っていうだけじゃない人間としての魅力、これはね、男性にも女性にも持てるわけですよ。で、これを磨いていただきたいと思うんですね。で、そしたら必ず男性も女性、その両方から愛される人になっていくわけですね。で、この男性女性っていうその性を超えた魅力、ね、
例えばスポーツ選手でもそうですし、まあ、芸能人の方でもそうですし、なんかこの男性としてかっこいいっていう人ももちろんいますよ。女性として素敵っていう人もいますけども、なんかこう男性とか女性とかってそういうことじゃない、人間としての魅力にあふれてる人っているじゃないですかね。で、まあ私が先ほどから言ってる問題だと思うのは、問題というか、ハルトさんがぜひね、今の自分の状況を見た時に、果たしてかっこいいハルトかなっていうとどうなんだろうっていうところを自分でね、客観的に見てほしいんですよ。他人の軸で自分を測っている、ね、本当の自分ではないってなんだろう、他人の期待に応えているっていう自分でもない、他人からどういうふうに自分が見られているっていうことについて常に自分が妄想して、その妄想に怯えながらいるハルト、そんなハルトさんっていうのはかっこいいかなって思うと、まあ私は結構ダサいかなと思うんです。世の中にはね、かっこいい男のように振る舞ってるけどあんまかっこよくない、素敵な女性のように振る舞ってるけどあんまり素敵じゃないっていう人たちが結構いる気がするんですね。男らしさって何ですかね、女らしさって何ですかね。最近はね、アイドルでもスポーツ選手でもね、女の子みたいな男の子が増えましたよね、特に男性ね。でもね、一見非常に柔らかくって、なんか女の子みたいな可愛らしい顔をしていて、だけどひとたび勝負になると、まあものすごい努力をしてきたんだなって、ものすごい信念があるんだなって、ものすごい根性があるなって、ものすごい我慢強いなって、もういざっていう苦しいなって思う、この勝負時にね、絶対逃げない、で目標に向かってひたむきに努力をしてるね、かっこいいなって思う人がいますよね。ねえ、ハルトさんね、私からの処方箋は何かって言ったら、自分がどう見られてるかっていうことにね、怯えてる時間があったら、人としてかっこいいって思う人を目指しなさい。あんなふうになりたいなって思う人を目指してください。男性とか女性とかっていうその性を超えてね。私も若い頃憧れの人っていました。男性にもおられましたけど、女性にもおられました。こういう人になりたい。男性からもたくさん学ばせていただきましたし、女性からもたくさん学ばせていただきました。今もね、お寺にいて、まあ子供たちから高齢者の人たちまでこうご縁があって接するわけですよ。ね、最近私も今私48なんですけど、48歳なんですけど、だんだんね、もうすぐ50になり、だんだんこう年を取っていくってなった時に、最近はお年寄りの人たちを見るんです。でお年寄りの人たちを見てね、自分も年を取っていくって時に、うわーかっこいいなこのおじいちゃん、うわー素敵だなこのおばあちゃんって思う人がね、時々あります。うわー年を取るってことは、悪いことばっかりじゃないんだな、マイナスのことばっかりじゃないんだなって思わせてくださるおじいちゃんおばあちゃんっていらっしゃるんですよ。いつまでも若いとかそうじゃないんです。もう白髪はそうです、シワもすごいし、ね、腰ももう曲がって歩くスピードも遅いし、まあ本当ね、年取ってあちこち痛くていかんわって言いながらかっこいいんですよ。そういう人っているんですね。
だんだん年を取っていかれると。男性とか女性とか、なんかそういうことじゃないかっこよさっていうのがあったりします。で、私それを気づいたのは僧侶の修行の時でしたね。あの御本山に修行に入るとみんな同じ髪型ですかね、みんな頭剃りますよ。みんな同じ格好、黒い衣を着てね、そして白い白衣を着て、同じファッション、同じ髪型、タトゥーとかも全部禁止ですよね。全て全部生まれたままの姿に修行僧っていうのは引き戻されるわけです。いろいろ自分の服装とか髪型とかで自分の個性を出そうなんてことを全部禁じられるわけです。そしたら私の個性は、私のこう表現、自己表現とか、私の好きなファッションとかね、個性とか、なんか私の特徴とかアイデンティティとかなくなっちゃうじゃないかって思うかもしれませんが、とんでもない、とんでもない。外側の姿形で何か他の人と違うことを一生懸命違うようにしようって思ってるうちは、外側しかその違いというのは分からない、見えないですけど、全部同じ髪型、全部同じ格好に、みんな同じ格好にさせられると、それでもその人その人の違いっていうのはむしろはっきり出てくるんですね。頭ツルツルばっかりですよ、ツルッパケばっかりなわけですよ、剃ってますから。服装もみんな同じ真っ黒な服着てます。だけどかっこいい人がいるんですよ。なんでこの人こんなに魅力的かしらって、男が男を二度見三度見してしまうっていう先輩がいたりするんですね。これね、みんな感じてるんですよ。同じ髪型、同じ格好をして、でも集まるとその中に輝いてる人がいる。しかも修行道場ってね、ペラペラ話をしてるってことはできないので、面白いことを言ってるとか面白いことをやってることはないんですよ。みんな同じことをやりますから、ペラペラ喋ること許されませんから、黙ってるんです。でも素敵な人がいる、素敵なありようをしている人があるということで、結論です。ハルドさん、もちろん今ね、20代で一番こう異性のことが気になったりとか、その性に関しての発達がこうね、興味関心が出てきて、また性に関しての自由も出てくるね、社会人になったらそういう時なので、自分の性について、自分のありようについて迷うと思うんですね。けどね、他の人からいろいろ言われて、動きが柔らかいとか、なんか女性っぽく見えるとかっていうのはあるのかもしれません、確かに。だけどどうぞハルトさんをね、あんまりそんなこと気にしないでください。それよりも自分がね、周りを見て、バイト先でもいい、学校の先輩でもいい、芸能人の方やスポーツ選手でもいい、近所の人たちでもいい、何かね、人としてね、かっこいいなこの人はって思う人がいたら、そういう人に自分はなりたいと思い、そういう人のかっこいい要素っていうのを自分でね、真似していってみてください。男性にも女性にもかっこいい人っていますね。で、そういう人としてかっこいいと思う人を目指しましょうよ、ね、あんな風になりたいと思う人を目指してください。そこに男とか女の子とかっていうところをもう、ね、超えたものを目指してほしい。そしたら必ずハルトさんは、結果としてよ、男性、もしくはひょっとしたら心は女性、それが分からないっていうんだったら、どっちでもいいじゃないですか。どっちでもいいですよ。どっちでもいいんだけれども、人として非常に輝きを放つ魅力的な人になると思います、ね、どうぞ観音様、私は常に憧れている菩薩様なんですね。ハルドさんも何かこう男性とか女性の性を超越してかっけえなーっていう人ね、やばいなーっていう人ね、でそういう人を見つけて
自分もそのようになれるように目指してみてください。応援しています。